まずは新生活のお買い物で重宝する100円ショップのダイソーで売れている新生活グッズを伺います。お掃除グッズがいろいろと並んでいる売り場ですね。そうですね、こちらのカビ防止マスキングテープになります。主にキッチンであったり水回り、お風呂の近くとかにカビが生えるところにも事前に貼っておくっていう、で汚れたらもうそのままテープ剥がしたりで使える商品となっております。うわ、これはいいぞ。これは水回りのカビやホコリ、さらに油汚れなどお掃除が大変な箇所にあらかじめ貼っておくマスキングテープです。実は去年発売されて、おうち時間をより便利にするお掃除グッズとして大ヒットした商品なんですが、この春色違いやサイズ違いが登場しているんです。この全アイテム合計でだいたい月に1000ちょっとぐらいは個数で売れてますね。またこれから多分伸びてくるとは思うんですけど。ほー、はい、さあ今度はキッチン用品で今特に売れているというものを教えていただきました。こちら、ちょっとだけ包丁を使いたいという時に便利な多機能まな板、そしてこれはトングなんですが、一つで10の機能を持つという多機能トング、多機能がキーワードのようです。次おすすめなのがこちらのナチュラルコーナーというコーナーです。ほう、いわゆるものというよりももうコーナーですか。そうですね、自然素材だったり、温かみのある商品たちを集めたコーナーになっております。お店の目立つ場所に設置されたここはナチュラルコーナー。おうち時間の増加でぬくもりのある雑貨や食器でお部屋を統一したいというニーズが増えているんだそうです。実際に買い物客にお話を聞いてみると、ずっと家に引きこもってるから、なんか部屋変えたいなみたいな、たまにお菓子とかみんなで作ったりとかするときはこういう木かの方があった方がなんかちょっと映えるくないみたいな、みんなになるからこういうの集めてます。さあ続いてはホームセンターのカインズ、今売れている新生活商品教えてください。こちらが3種の素材をブレンドしたスツールクッションとなっております。クッション、クッションです。コロナ禍でまだ在宅時間が長いということもあり、より快適におうち時間を過ごそうという形になっておりまして、大変今人気になっております。よく見かけるビーズクッションと違って、大きな背もたれがついたソファークッションが人気なんだそうですよ。背もたれの部分もちょっと、あ、いい、柔らかい、はい、うまくこう体にフィットする感じがありますね、はいはい、あとやっぱりこの背もたれがある分、はい、すっごく楽。背もたれがあることにより仕事なども大変しやすくなっておると思います。確かにクッションに座ったままこういうテーブルでこうそうですね、在宅で仕事することができると思います。確かにね、うん、で疲れたら、疲れたらこうでしょうね、うん、続いてはこちらがカインズの人気商品のロング丈もかけられるパタラとなっております。洗濯物を干すもの、はい、室内物干しになります。新生活に欠かせないお洗濯グッズですが、こちらのグラフをご覧いただきましょう。実は近年部屋干しをするご家庭が増えているんだそうです。共働きや一人暮らし世帯の増加で、帰宅後夜間に洗濯してそのまま部屋干しをするというケースが多いんだそうです。この日部屋干しグッズを真剣に見ていた女性にお話を聞くと、子供が大学で一人家を出るので、ワンルームに干せるような感じの部屋干し、使う時だけこう広げられて、使わない時はちょっとコンパクトに収納できるというか、ワンルームなので狭いので、うん、そんなご要望にぴったりなのがカインズで人気ナンバーワンだというこちらの商品です。たっぷりの洗濯物を干すことができますし、上の棒が伸ばせますので、ロング丈のものもそのまま干すことができるんです。また使わないときはわずか10秒ほどで簡単に折りたたむことができますので、コンパクトに収納することができます。こちらもあると便利な部屋干しグッズ、ドアや窓枠、引き出しなどに引っ掛けるだけで物干しスペースができちゃうという、これアイデア商品なんです。
さあ続いてストレスフルなこのご時世にちょっとだけご褒美はいかがでしょうか。今月1日三越にオープンしたばかりの自然派生活グッズのお店でお話を伺います。今一番おすすめがこちらのシャワーヘッドになります。一番の特徴はうわお水がこのセラミックを通って出ることによって塩素の働きをちょっとこう抑えてくれるのですごく温泉水のような柔らかなお水になるんですね。実はこのシャワーヘッドとある全国版の雑誌に取り上げられたことで一月に100本を売り上げたというヒット商品なんです。いろんなストレスとかがですねかかるこういう世の中ですので一日の疲れを癒すのにこのシャワーで最後ゆっくりお風呂タイムをですね楽しんでいただければと思うんですけれども、決してお安いものではありませんが購入前に無料でレンタルすることもできますので実際に試してみることをおすすめします。おいしい、おすごいよこれ、あー超気持ちいいめちゃめちゃ細かいんですよ。それがね顔全体に優しくトン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 って打ちつけてくるんですよ。これめちゃめちゃ気持ちいい。最後はソニーストアから画期的な超最新スマートフォンをご紹介いただきます。うわ、スマホだ。従来のスマートフォンは SIM カードというものが1枚しか入らないようになってるんですけども、うん、SIM カードが2枚入る作りになっています。2枚、はい、デュアル SIM という構造になっておりますので、うん、携帯を2台使われている方など1台でまとめて使っていただくことも可能です。あ、そういうことなんですか。はい、 SIM カードには電話番号など契約者の情報が記録されています。それが2枚入るとどうなるのですか。新しく会社さんで会社用の携帯を支給されるなど考えられると思うのですが、そこの会社用の携帯の SIM カードをこちらのリアル SIM 対応の端末に入れていただくことで、うん、2台分を1台で管理していただくことができます。ほう、はい、学生さんとかであれば格安のプランで例えば通話料の安いプランで SIM を1枚準備していただいて、でもう一つネットのプランパケットなど安いものを契約していただいて2枚目に使っていただいて通話とネットの料金体系を分けた使い分けっていうのも可能です。うわうわうわ、そんなこともできる。はい、